麦わらのカンちゃん、こんにちは。こんにちは。今日は何年前ですかね。来たばっかの頃だよね。多分2年ぐらい前に。最初の状態だとまず土に埋まってなくて、ね、カパでした。もう普通に木だけで持ち上げられた根っこのなかった草山椒。はい。それを培養して2年。ましたね。こんだけ元気になって、はい、花もついてますし、花もつきました。枝の伸びがいいですから、うん、非常に強いっていうのはわかりますけども、ちゃんとやってあげてこそのこの成果だと思うので、やっぱりね、こういうのが大切ですよね。やっぱり根っこを止めてとか、それこんだけ元気になりますんで。これこんなに根が張ってます。もともと根の張りはいい木なので、磯山椒って。ただやっぱりあんだけね。ぐじゅぐじゅの土とちゃんと根止めをしていないと樹勢も悪くなって木が弱っていくっていうのがあったので、そういう段階でしっかりやってあげることによってここまで回復していきますから。もちろん枯れた部分はあるんですけど、でこれも後でまた処理しないといけないわけですけど、とりあえず今日は小枝とか出てきているので、それをまあ剪定と、でちょっとそこを掃除ってみて植え替えをしていければなというふうに思います。わかりました。これはちょっと南西の木なんですね、なのでまあこれぐらい暖かい時期に植え替えしてあげる方がベストだと思いますので、冬の多分2月とかに植え替えるっていうよりかは、まあ4月とか5月ぐらいにやってあげるのが僕はいいなっていうふうに経験としては思ってます、ね。でまずこの木の正面を決めようかって僕なりに思っているんですけど、まずはここは太いんですが、ここの部分枯れてますので、まあ、ちょっと削るしかないですよね。でこうぐるっと見た時にまず頭をどれにするかって考えると、まあこの辺がベターなんじゃないかな。あ、そこが頭の、はい、で粘りで言うとここの部分が一番横広に見えますよね、まあだからまあこの辺が正面がいいのかなっていうふうに思いますね。で裏にこうやって長いのが飛び出してますので、こういうのとかまたこの辺のやつを生かしてあげればいいのかなと思うので、若干頭が大きいように見えますから切っちゃった方がいいんじゃないかなと思いますね。なるべく頭はちっちゃくした方がいいと思うので、それかもう一個の手はこれをぐっと下に下げて差し枝のように見せるとか、その下からも出てるからね。そう、この下から出てるんで、これをどう考えるかですけど、ちょっと見ていただくとこれ多分去年出た枝だと思うんですよ。だからこういう目で見るとこれを生かすのではなく古い枝を使った方がよりいいんじゃないかなと思う。これ切っちゃってもいい。これ切っちゃうと去年の枝を。そう。でこの辺を下にちょっと下げてあげる。でこれを頭にしてあげてっていうのでもいいかな。最初はここは頭って考えでもいい。これを下げるんであればここは頭にもできるのかなと思います。ちょっとやってみましょうか。何を？剪定を。剪定から。うん。決め打ちしちゃった方がいいですね。決め打ち。こうあった時に、これはまず。先ほど言ったように、新しい枝だと思うのでこれ切っちゃおう。これ刺せばつきますから、はい、挿し木します、はい、であとはこの辺の枝を生かさないといけないので針金をかけるけど、ちょっと待って、ここがね出方が気持ち悪いですね。これ、ああなるほど、これがあるのでこれもいらないと思います、はい。ちょっと針金でついてる。これだけでもだいぶすっきりしましたね、この幹の幅が見えてきたのかなと思う。でこの辺も裏枝なんですけど、裏枝として少し長すぎるような気がするので、こっちが正面、はい、でこっちが裏で、裏枝でここにしっかり短いのがいくつかあるので、長すぎるところはちょっと切っていこうかなと思います。なんとなく外角の輪郭を決めて、そこからちょっと逸脱した幹を落としてあげると、そうするとねコンパクトになりますし、こういうところも後でこうやって根差してあげるか。これはこういうイメージですね。この後ちょっとこの辺のなんか脇から出た芽なんかはちょっと切ってあげてもいいと思いますね。本当のなんか幹から出ちゃって枝から出てないような感じのやつはここまでも枝ができてるのであればいらないと思います、ね。ちなみに寝癖ってできるんですか？どうなんですかね。まあヤゴメっぽかったなと思ったんですけど。バラ科ですからね、これもできるんじゃないですかね。はい、じゃあこれをちょっと伏せていきましょうか。はい、でアルミ線でかけていきたいと思いますね。でこんな感じですけど、意外とね太り早いんですよ。糸山椒って。食い子の布も早くて、ただ幹が荒れてくるので極端には心配はしないんですけど、ね、食い込んでもごまかせる、あんまり力は入れないようにかけていきます、ね。ちなみにこれ確か1,000円で売ってもらいましたでもねこれでしっかりできればやばいですよね。そう、今じゃ考えられないですよね。もしかしたら箱の中に入れられるかもしれないですからね。箱ってのは商品のね、箱飾り、そう棚にね、棚の中に入るんですよ、大きさ的に。今その商品っていうのがすごいブームで、やっぱ手間暇がかかるので、やっぱ値段もね上がりやすいので。2本目はどちらに？あそこ。これとこれとこれとこれ。ちゃんと針金かける。今柔らかいね、だから、今のうちやってあげた方がいいです。とピンボケしてますか？後ろに弟弟子が映ってます。紹介しますか？え？紹介しますか？紹介しますか？後でしますか？後でしますか？じゃあ後で東順の新弟子を紹介します。これ初めての弟子で、カンタの弟子じゃない、弟弟子ですね。やってます。結局ね言葉がいらないんですよ、極端には。もちろんね弟子だからマナー的なことは日本語で教えないといけないんだけど、本妻に関しては身振り手振りで伝えられるんで、ここは盆栽の魅力でもありますよね。めちゃめちゃ日本語で分かった。楽しみに。聞こえ。分かってない。日本語分かってないんですけど、伝わってますね。会話はできてます。このぐらいかな。ちょっと裏に強く伸びそうだからこれは切っちゃうけど、ここは広くて、まあ、裏もしっかり見えて生きてる。これをもうちょい元気になったらちょっとこの辺を隠すような、これぐらいに伸ばして、これもちょっと下げて、ね、見えてきた。でも今やらなくていいと思うんですよ。非常に柔らかい枝なので、太くなってからでも下げることは容易な木ですから。ただ今のうちにやっちゃって、ここの芽を描いちゃうとどうしようもないので、もう少し成長して段階でやってあげればいいんじゃないかなと。上から見ても綺麗にね全体的にいくようになったし、ちょっと針金かけておくだけでだいぶ次の芽の出方も変わってくるので、やっといてよかったなと思いますけど。ついに掘り起こす時は一回もやってないんでしょ。一回もやってない。もうマジでちょろしかなかったの最初。ちょろもなかったね。ちょろもなかったかもしれないね。開根植物のさ、根が出てないやつみたいな感じだった。じゃあ行きましょうか。行きましょう。出てますね。根の張りはいい木なので、だから雑草もね、この白いのは雑草なんで、これは。これでは雑草だから、じゃあちょっと崩していきますか。鉢の底から出てるの雑草の根っこだったりしてありますよ。あるんだ。これ全部雑草ですよ。本当だこれ。ああ本当だ。あれこんなに成長したと思ったら意外と根っこなかったりとか。出てる。片根みたいになってるのかなとかちょっと思ってたけど、この辺はそうですよ、ちゃんと。でも思ったより鉢の底から出てたやつはやっぱ雑草。うん、雑草だったね。何持ってますか。お掃除。まだまだお掃除です。お掃除です。はい。でもやっぱ底根は切っていく感じですか。ちょっとこれぐらい切ればいいと思います。うん、今元気がついてきた段階なので。どちらにしろ元はすごくいい木だったんですよ。この木は。まあそれがいろんな関係で枯れて、でうちに戻ってきたような感じだったんで。はい、こんな感じ。でちょっと長くて太いやつだけ切ってあげようかな。はい、どうしますかこれ。これと思ったけどあれですよ。これドバチ。ああ、いないか。意外とあるな。ドバチの方が良さそうな気がする。ドバチに戻す。まだ樹勢がついてきたんで。はい、意外とねないしね。このままもう一回ドバチ戻して水はけを良くしてあげたいので、はい、ちょっと粗めの土でやってあげたいですね。我が子です。うん、一番あれかもしれない、思い入れがあるかもしれない。こいつとともに盆栽球が成長していったみたいな。めっちゃ悲しいですね。枯れたらその時炎上してる時か、世から消されてる時か。会いましょうね。会いましょうね。沖縄の方ですか。はい、沖縄の方すごい見てくださってるんですよね。盆栽球。なんで？いや本当に多い。めっちゃ多い。距離が近い。ああ、でもそういうイメージあるね。でも沖縄の。僕も沖縄行きたいですね。沖縄。ちょっと切りを多くします。水はけがいい方がいいの？水はけはいい方がいいです。なんかね、雑木の方が。赤玉多めのイメージがあるじゃない。そうですね、まあものによるんじゃないかな。じゃあこれで、はい、枯れた木を再生。しっかり木が動かないように、木の底に入れてあげて。ここ重ねるときはいつだろうね。近いんじゃないですか。でも近い。あと1、2年ぐらい。どこで飾るかに。確かに。いつかやりたい盆栽球展示会をね。そこでこいつを飾ってやろうと思ってます。2年以内にやります。はい、全く新しい盆栽展を。着々と。妄想はね、着々と膨らんでおりますけど、正確にはそうです。私のつかの悲願である盆栽ロックフェスのことはすごい毎日妄想してる。誰呼びますか。いや、もうそれはりんごさんは呼びたいですよね。埼玉ですからね。埼玉ですから。地変のがいいのかな、ライブだと。高そうですね。チャリティーチャリティーで呼びたいですね。チャリティーで呼びたい。ありそうじゃない。稲妻ロックフェスとかあるじゃん。あれはだって西川君でしょ。西川君だってすごく慈善活動に興味のあるお方でしたよ。あ、そっか、あったもんね。すごく興味持ってくださってましたよ。お、ちょっとあれですか、水が溜まるようにしてるってことですか。ちょっと深植えしすぎたんで粘りが見えなくなっちゃった。あえてじゃなかった。あえて水がちょっと溜まるようにしましたね。どうですか。いや、もう飾れんじゃないと思って。とやっぱこの辺ちょっとね。ちょっとね生えてくるといいのかなと。あとこれどうするかだよな。これはもう削るしかないですね。削った方がいい。ボロボロになるんですよこの木は。木質的に。ああ、取られた。こっちとなかなか取れないけど。こっちはまだね。じゃあ水やりましょう。植え替え終わりましたけど。終わりました。まあ結局根の状態的には最初よりかだいぶ出てきまして、はい、で上も樹勢が乗ってるので、うん、引き続きこれで培養してあげていけばいいのかなというふうに思います。なるほど。まあこの木の特徴としてはやっぱり南西の木なので、ポイントとしては少し暖かくなってから植え替えするっていうのと、はい、今ちょうどね、新芽がぐっと伸びている時期なので剪定と少し枝が柔らかい時期今にちょっと針金をかけたっていうような感じですね。これをやってあげるのとやってあげないのでだいぶこの先の木姿が変わってくると思うので、はい、時期に応じた作業をやってあげれば木は良くなるのかなというふうに思いますね。是非やってみてはいかがでしょうか。あれですね、疲れた木でもこうやってここまでね、そういい木にできるっていう。そうところを1000円がもう結構ね万は超えてんじゃないかっていう感じですよね。これで本鉢入れればもう飾れるような木姿になってくるんじゃないかと思いますので、それも醍醐味ですから。醍醐味、皆さんもねお金がかけなくても楽しめるということが。そうですね、ただ先見の明ですね。ちゃんとこう持ってやっぱりいいのを見ないと将来像とかも出てこないと思うので、せっかく、ね、近所に盆栽園があるんであればそういうとこ行って、これはどういうふうにいいんだろうっていうのを自分で考えながら見て、でこういうふうにできるなっていうものをこういうふうに買ってもらえれば、いい木ができていくと思いますので、はい、以上、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。弟弟子、はい、紹介。なんかいいよ。4月からうちに祭りの時にも、はい、ちょっと気づいた方いらっしゃるかもしれないですけど、はい、4月からうちに正式に弟子入りした善ちゃんです。善ちゃん。はじめまして、善とです。なんつったの今。はじめまして、善とです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、どこからですか？コロンビアです。コロンビア。はい。頑張ってます。非常にセンスがいいので、本当ですか？はい。当時盛り上げていきたいなというふうに思います。はい。まあ生徒さんとかともね馴染んでるし。先生とねさっきねなんか喋ってたから。喋ってた。さっき先生が何言ってたか分かるか聞いてもらって。それを説明できない。我々もちょっと英語を勉強しないといけないですね。じゃあというわけで、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい。